こんにちは、神原さとみです。今東京三田のスタジオでラジオ番組を撮っているんですけども、えー、アーティストボックスという全国あの10曲のネットされている番組でサザンオールスターズの特集なんですね。で、ヒット曲でチャコの海外物語ってありますよね。このチャコ、皆さん女性だと思ってませんか。実は男性なんです。<laughs> ご存知でしたか。あの元歌手の方で。 レレコーード会社のディレクターをやってました。飯田久彦さんという方のニックネームが「チャコ。で「チャコの絵画物語」という曲を桑田さん、まあ、サザンオールスターズが作ったんですね。そんなこともちょっと頭の片隅に入れながら聞いていただけると面白いかもしれません。是非アーティストボックスいろんなネタを織り交ぜながらお送りしてますので聞いてみてくださいね。神原さとみでした。